お疲れ様です、えー、2月20日の月曜日ですね。なんか噂じゃないや噂じゃなくいろいろニュース駆け巡ってると思うんですけれども遊戯王カードが大変なことになってるそうですね。うん、なんか新しいルールが大変でどうのこうのでとかいろいろその僕は遊戯王はよくわからないんで、えー、お客さんたちのね話を聞くだけでほうほうそうかとなんか大変だなと。 俺もう辞めますとかね。遊戯王を辞めてデュエマにしますとか、うんと、いっぱいいるのね。あと、近所の店はもうみんな遊戯を買い取りしてないですよとか。そのぐらい大変なことなんですよ、みたいなことを言っててね。なんか、いや、大変なことなんだろうね。で、ただまあ、僕はその、まあ、遊戯をよくわかんないからっていう言い訳もあるんだけども、 うーんま好、あ、みさんが何かしらの判断をしてうーんとう既存でね高いカード強いカードみたいなものを切り捨てるのかなわかんないけどまあ、つとりあえずゲームルール的なものを一新して何か新しい形にして遊戯王を変化させていこうとしているとでそういう何かしらの目的があってね新しいユーザーを取り込みたいとかう だろう,うんちょっと飽和状態だったら何かをそのね、えー、変えていくみたいな何か目的を持って、えー、判断したことなんだろうと思うからきっと何かしらの回復する筋道のの予測は立ってのことだと思うのねだってそうじゃないとねだって何の目論見みもなくその一気にこんなユーザーが離れるであろうことは予測できないはずがないと思うんだよね。 だからそのデメリットの部分だけまず目につくからみんなはすごく騒ぐんだと思うしうんだからなんだろうな結果的に何かしらねそとりあえず発売になってみたりちゃんとした正式な発表をしてからなんだろうけどまあだから僕はそんなにひどいことにはなんないんじゃないかなと楽観的に思ってます。なのののであのよその店がね 遊戯王カード買い取り中止しますとか大体的にやってるよね僕はいや別にうちはねガンガン買い取ろうと思ってますよ全然買い取ってますからそれ以降もはいただまああのちょっと高額なカードとかは安くしてますよもちろんすごく安くしてます正直に言えばうーんっていうのはだから今後ね相場がどうなってくるかわからないから今までみたいに、えー、高額買い取り、えー、高額販売みたいな形でね やってことはでできなないいすよまだわかんないかんらねで今の時期はちょっとや安くなってますけど、ただせっかく売りに来てくださったものをね、えー、買い取りませんみたいなことは絶対しないです。はい、うん、だってそんななくなるわけないじゃん。それは人気がなくなることはあるよ。うんただ消えてなくなることは多分ないと思うのね。このもうだって20年近く、ね、やってるってことはもう。 一世代、二世代、三世代ぐらいにわたってね、プレイヤーがいるゲームなんだから。まあ、なので、えー、なんだろうな。まあ、みんながそのナーバスになったり、俺もやめるぜとか言ってる人たちもたくさんいるのは知ってるし、大変なことなんだろうなとは思いますけども、まあ、うちの店は相変わらず遊戯王はちゃんと扱っていくつもりです。で、どんなルールになるのか、どういうもくろみを持って、コナミさんがこんなことをしたのか。 えそういうのをえただ期待して見ていきたいなと思ってます。はい。じゃあまあそんな感じですね。失礼します。